主様、あの先日は取り乱してすみませんでした。でもでも抜け丸は本当に抜けていて、どうやったら抜けてない抜け丸になれるか悩んでいて、メリハリを効かせたりオチを大事にしようとしてもどうしても空回りしちゃって、裏目裏目に飛ぶ板を抜いてしまいまくりなんです。はい、私は勘違いも多いですし、主様に迷惑をかけてばかりで。一緒なら怖いものもなくなりそうです。